はい、こんにちは、こんばんは、コッシーです。というわけで本日なんですけども、滋賀県からお送りしようかなと思っております。普段東京近郊でクレーンゲームしている僕が滋賀県っていうところでもう違和感ありありなんですけども、滋賀県っていつも地理の授業で、まあ琵琶湖でっけえなみたいな感覚で見て、初めて琵琶湖見たんですけど、いやめっちゃでかいなと思って、っていうかなんかもう山に雲がくっついてるというか、すごいね久々になんか大自然の感覚をちょっと味わってて、やっぱたまにはいいなって思いましたね。東京に対する憧れって僕めちゃめちゃ強いんですけど、こうしていざザ自然環境の多いところに来ると、女性はこういうところで過ごしてみるのもちょっとありなのかなって思ってて、まあまあまあそれはさておき、本日なんですけど、こちらですね、アミューズメント海遊館長浜店さんというところにお邪魔してまして、実際今撮影している段階ではまだ準備中ということでオープンはしていないんですけども、今回特別に、まあ、俗に言う東京クレーンゲーマーの4人オープン前にぜひ遊んでみてよということでちょっとご招待いただきました。ありがたい、いやありがとうございます。本当にこういうきっかけでなんか日本のいろんなとこ巡れるってちょっと嬉しいっすね。なんかまあきっかけないとやっぱり知らない土地って行くことないと思うんで、あぜひこの動画見てる関係者の皆さん、僕どこでも行きますというわけで本日なんですけども、こちらのアミューズメント海遊館長浜店さんがオープンするということで、それに向けて今設定が着々と準備されてるんですけど、今回ちょっと店内でいろいろ遊ばせてもらって、まあちいかわだったりお菓子だったりこういった景品もいっぱいあるので、いつものフォーマットですね、アミューズメント海遊館長浜店さんどんな設定でどれぐらいの金額で取れるのか一通りちょっと遊んで楽しんでみようかなと思っております。ということで海遊館さん自体が僕初めての店舗ということになるので、それがどういう感じなのかっていうのは正直わからないところが多いと思うんですけど、関東でクレーンゲームやっているやつが海遊館さんで遊んだらどれぐらい戦えるのかっていうのがいい基準出せるのかなと思いますので、ね、ぶっつけ本番でいろいろ楽しんでみようかなと思います。では行ってみましょう。
You got me feeling the blues, you got me feeling.